菅官房長官が満面の笑みで回答を拒否。東京新聞望月そこに新元号で。本日も東京新聞の望月そこさんがおかしな質問をし、菅官房長官が満面の笑みで回答を拒否されておりました。実際に見ていただきますと、新元号でお聞きいたします。平成に代わる新しい元号について、政府は暗記など民間の元号ランク予想ランキングで上位となっている案をなるべく避ける方針との報道や指摘が出ておりますが、この民間ランキングの予想というのを参考にするのか、もしくは除外をするおつもりなのか、お答えください。当社一つ一つにコメントは差し控えます。関連でも時間中です。平成の参考時には他に成果と秋分というこの2つの候補がありましたが、政府高官がどちらもイニシャルが S で昭和と重なると発言し、平成に誘導したとされています。長官は発表は平成時のやり方を参考にしたいと、午前中発言されてましたが、こうした誘導についても踏襲されていくのか、またいかないのか、政府の認識を聞かせてください。そういうこともあったんでしょうか。すべてについて控えます。このようになっておりまして、こちら会見が終わる瞬間にですね、何か東京新聞の望月さんが発言しているようにも聞こえますけども、菅官房長官、2年近くにわたって望月さんから磯原を受けてもこの対応です。もう本当にですね、器が大きいです。もう望月さんに爪の赤を煎じて飲ませたいくらいなんですけども、この新元号の発表、4月1日の午前11時30分から行われます。まず11時30分に菅官房長官による新元号の公表が行われ、12時頃より安倍首相による記者会見が開かれて談話が発表されます。こちら平日ということになりますが、12時であれば仕事中の方もですね、お昼休憩だと思いますし、また学校でも先生にお願いすればこのライブ配信見せてもらえるんじゃないかと思いますので、この新元号どういった言語になるのか今のところ分かっておりませんが、皆様、新元号の公表楽しみにですね、お待ちください。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。